ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。はい、朗読シリーズの新しいゲーム何やろうかなと思ってたんですけれどもね、いやー、突然ですが私配信者のレトルトさんの発作が大好きでして、私も同じ発作持ちなんですけどね、サウンドノベルが好きなんですよね。で、ホラーノベルが大変好きなのもしかしたらね、ご存知の方も多いかと思うんですけどね、かまいたちの夜だったりとか、学校であった怖い話だったりとか、月こもりだったりとかね、あのあたりが大好物なんですよ。で、僕らの都市伝説っていうゲームをね、始められてると思うんですけれども、もう続きが気になりすぎて、しかもね、私もよく利用させていただいてるノベルゲームコレクションでね、配信されていたので、ちょっともう自分でやろうと、これはもうやるしかないと思ってね、しっかりダウンロードしてパソコンに入れさせていただきました。はい、じゃあ私は私が気になる組み合わせからやってみようかなと思うんですけどね、初めからでございます。注意、この元語りはあくまでフィクションです。実在する人物や団体などは一切関係がありません。神々ですね。やばいね、関係あったら怖いね。はい、あ、メニューが上にあるんだね。なるほど。はい、行きましょう。裏声師、至って平凡な師である。怖い話、怖い噂、都市伝説、そんなものは何一つない。何の変哲もない、どこにでもある師である。うん、なるほど。裏声師っていうんですね、この舞台は。なあ、今日どこ行く？海岸通りのショッピングモールは？先週アホほど行った。もうここら辺の遊べる場所はほとんど知ってるもんな。地元から出られない中学生の辛いところですな。なんか一人だけ語尾がね癖があるんだよね。何人いるんだっけ？夕暮れ時の公園、至って平凡な4人の男子中学生は、4人なんですね。はい、男子中学生、つまらなそうにため息をついていた。本当に何もねえよな、うちの市は。田舎ってわけじゃねえけど、都会ってほど発展してない感じ。若者が遊べる場所がない感じがさ。メガネの少年は不満そうに足元の砂を蹴った。柳沢学はとにかくおしゃべりが好きだ。なんかおしゃべりが好きそうというか、なんか静かにしてそうなね、ビジュアルですけどね。はい、一人目は柳沢くん。勉強、運動どちらも苦手だが、口数だけは自信がある、そんな少年である。うんうん、なるほど。観光地以外はまあそんなもんだと思うよ。くせ毛の少年は気まずそうに頭をかいた。島雄太郎は心優しい。ほう、心優しい人。ちょっとあれですね、声の調子を考えていかないといけないですね。本人に言わせればこれはただの事なかれ主義だという。あまり自分を主張しない少年である。おとなしめの人なのかな。はい。ああ、怖い噂とかないのかな。怖い都市伝説とか。ああ、聞きたい。ああ、つまんねえ。うちにも口裂け女とか八尺様とかいないの？そんなにポイポイいられてもね困りますよね。八尺様とかいっぱいいたらもうなんか巨人の世界になってしまう柳沢の言葉に他三人は揃ってうなった。ないよな、そういうの。小学生の頃から聞いたことないよ。なんか中学生なのに茶髪の人が。茶髪の少年は記憶を遡るように右斜め上に視線をやった。田畑勝明は聡明で冷静である。あ、クラピカタイプみたいな感じかななんとなく髪の色が薄いところで連想しましたけど。地毛の茶髪が誤解を招くこともあるが、クラスでも1、2を争う秀才だ。それ以外に関しても至って平均的な普通の少年である。不謹慎かもしれないけどロマンがあるのも確か。正直憧れますな。この人か、語尾が変な人中学生なのに。映画やアニメなんかじゃ都市伝説や七不思議は定番中の定番ですし。
そばかす顔の少年は顎に手を添えてうんうんとうなずいた。寺尾久志はオタクである。オタクか、なるほど。どんな感じにしようかな。漫画やアニメ、ゲームの知識が豊富であり、それらの話題となると早口に変わる。人並み以上にロマンを求める少年である。早口で喋らないといけないところが出てくるのかな。ん？分かった、作ればいいんじゃね。俺らの都市伝説。柳沢はパチンと指を弾き大きな声を上げた。え、僕たちで作るの？おお、興味深い。俺らで噂作ってさ学校とかに広めようぜ。でどんだけ広まるか実験するってのどう？よくね。3人はボカンとした後、互いに顔を見合わせた。そこから間を置かずして3人とも同じように口角を上げる。乗り気ですね。そうしてうなずいた3人から柳沢は同意の意を汲み取り身を乗り出した。よーし、じゃあどんな噂がいいか、まず一人ずつ案出してこうぜ。せっかくだから、それぞれの提案から二つ組み合わせて一つ作るってのはどうかな。結構ありますよね。だから 4×2、8通りあんのかな。斬新なのができると思うんだけど。いいね。じゃあ一人一つずつ案出して、そのうち二人の案を組み合わせて作るってことで。柳沢の言葉に3人は指で OK マークを作ってみせた。どんなんだろう4人は内緒話をするように前のめりになる。みんなの興味を引くような、地元に根付くような、若者の暇つぶしになるような、そんな噂を作るために。8通り楽しみですね。はい、4人の提案を聞こう。それぞれが、なんだろうな、要素なんでしょうけど。まあ、上から行きましょうかね。はい、柳沢の提案。おしゃべりの子ですね。いやー、俺はやっぱ心霊スポット作るのがいいと思う。裏声市にマジで存在する建物に噂くっつけてさ、より日常に近づけるんだよ。どこどこにある、なんとかっていう、どこどこだった。どこどこ。どこどこにあるなんとかって場所、やばいらしいよって感じで、なんかすげえ地元っぽいし絶対広まるって。はい、なるほど、心霊スポット。はい、場所は大事だよね。まあ、地縛霊みたいな人がもう初めからいるかもしれないけどね。はい、次、田畑の提案。なんだかんだ言って本当に怖いのは人間だと思う。この人ホラーゲーム好きでしょうね、きっとね。最終的には絶対人間が怖いっていうね、話に行き着くんですよね。あの怖い間取りのね、作者さんもね言ってましたね。事故物件ばっかりに住んでらっしゃる方を知ってるんですけど、霊よりも人間の方が怖いって言ってましたね。はい、余談でしたが、はい、身近にいる人間が恐怖の対象になるっていうのは、下手に幽霊の話をされるよりきついんじゃないか。不審者とかの類になるのかな、こういうのは。リアリティがあればみんな好んで話すと思う。いやー、博識ね、さすがですね、聡明な彼。さあ、そして島の提案。スタンダードにお化けの話は大雑把すぎるかな、ごめん。あんまりアイデアの引き出しなくて。でもシンプルなのが大事かなって。ほら、幽霊話ってバリエーションも豊富だし。あんまり当てにならないね。いや、そんなことはないよね。広ければね、いろいろね作りやすいかもしれないし。はい、そして寺尾の提案。さあ、夢中になって喋ってるかな。未確認生物でしょ。 UMA ですよ、 UMA。 これユーマって読むのか UMA なのかちょっとわかんないんですけどね。ウーマなのかな、もしくは現代妖怪、いわゆるテケテケや花子さんのような。現代なのかいこれ。あー、古典の妖怪と現代妖怪って分かれてんのかな。あ、宇宙人だってのも斬新でありですな。まあ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 、とにかく自分はロマンも恐怖も合わせ持つ生物的噂を所望しますぞ。神々、そういうのみんな好きだと思うんだが。はい、ということでございます。場所、人間、幽霊、未確認系ですね。うーん、恐
興味たいのは場所と未確認系で行ってみようかな。花子さん普通にできるかな。現代花子さんもうありきたりすぎて噂になんないかな。はい、というわけでじゃあ柳沢と寺尾で行ってみようかな。はい、1人目の案を選ぼう。まずは柳沢の提案。そうそう、やっぱ心霊スポットよ。舞台は大事っしょ。はい、そして2人目が未確認ですね。おお、圧倒的感謝、テンション上がってきましたぞ。はい、ってなると何になるのかな。4人はそれぞれ提案を選び、ああでもないこうでもないと騒ぎながら噂を作り上げていった。何ができたでしょう。やがて日も沈みかける頃、ようやく一つの噂が完成した。はい、はい、裏声西団地の宇宙人。マジか、本当に宇宙人にしちゃったんだ。なるほど、どんな話だろう。中岸中学裏の通りにある裏声西団地には顔色の悪いおじさんが住んでいる。んー、そのおじさんは実は人間に擬態している宇宙人である。はいはい、なるほど。その宇宙人により時折団地からは行方不明者が出るらしい。人を食べる系ですかね。宇宙人だってよ地元の団地に宇宙人がいるってさ、何してんだよ宇宙人が団地でよ。客としちゃ、客とちゃぶ台囲んで侵略についての話してんのかよ。笑い事じゃないですぞ。地球はいつでも宇宙人に狙われているのです。そしてそいつらが身近に潜んで侵略の機会を伺っている。もうロマンの塊ですな。ああ、侵略をしようとしているの。なるほど、そっち系なのね。うん、はい。ひとしきり話し尽くした4人は同時に大きく息をついた。気づけば辺りはもう暗くなっている。よし、無事に噂もできたし、そろそろ帰るか。各自周りのやつにしっかり噂を広めとくように。3人は柳沢の言葉に景気よく了解と返した。満足顔の4人はそれぞれ帰路に着く。住み慣れた地元がワクワクするような場所になることを無双しながら。彼らと同じように、また周りの人間も娯楽に飢えていたのだろう。4人の想定よりも早く、噂は広まっていった。さあ、広まったのかな？どうでしょう？あー、広まったっぽいね。そういえば昨日さ、帰りに西団地に寄ってみたんだけど。ちょっと待ってよ。まさか、あれ信じてんの？宇宙人。いや、信じてるっていうか、いたら面白いかな、みたいな。宇宙人とか、アホか。火のないところに煙は立たないって言うじゃん。ないとも言い切れないよ。火のないところから煙を立たせるやつがいるからな。鋭い。団地に住んでるってのも、正直意味不。多分さ、誰かが遊びで流した作り話だよ。あれ？読まれている。マジ？発信源誰だろう。すれ違いざまに聞こえてきた会話に自分の隣にいるマナブは驚いてむせました。自分も危うくむせるところでした。図星でしたから、後ろめたいことをしたような気分になりました。マナブ大丈夫ですか？宇宙人の何がダメなんだよ。なあ寺尾、お前の周りで信じてるやつがいないの？そうですな。自分のオタク仲間でも質の悪い SF 小説だとか言ってあまり広まっていないようです。あ、広まらなかったのか。自分の言葉に学ぶはがっくりと肩を落としました。自分も考案者の一人として不甲斐ないとこ、不甲斐ないことこの上ないです。ああ、畜生、思ってたのと違う。こうなったら意地でも噂を広めてやる。学ぶは頭をわしゃわしゃとかしきむしった後、走り去ってしまいました。最初こそ遊びで始めたことでしたが、こうなるとやけに悔しくなる気持ちはわからないでもありません。ねえ、
柳沢くん、どうしたの？振り向くと、そこには怪訝な顔をした雄太郎と、合ってたっけ？勝明が立っていました。噂をバカにされていることが腹立たしいようですな。躍起になってしまいました。へえ、ものすごい情熱。仕方ないな。団地の宇宙人なんて、突飛な話、無理があるに決まってるのに。俺も友達に話してみたけど、笑われて終わったよ。二人とも、やれやれと言った顔で、首を振っています。おそらくもう、噂を信じてもらうことは諦めたのでしょう。特に気にしてもいない様子です。各有舞台として設定した西団地は、自分の住んでいる団地でもあるのですが、自分の周りでも特に変わったことはなく、宇宙人が擬態しているという顔色の悪いおじさんも実在するのですが、いるんですね。なるほど。そのおじさんも変わりない日常を送っています。実際にいる団地の住人を話に盛り込んだので、結構話題になるのではないかと踏んだ自分が甘かったようです。まあ柳沢もある程度暴れりゃ気が済むだろう。ほっとこう。しばらくは大変そうですな。結局自分たちは噂を広めようとする学ぶを見守ることに決めました。もともと学ぶは熱しやすく冷めやすいので、一通り騒いだらすぐ別のものに興味が移るでしょう。どうなるんだろう。そう思っていたのですが。お？不穏ですね。おい、大変だ。休日に寝転がってゲームをしていた自分に、突然学ぶが電話をかけてきました。応答ボタンを押した瞬間に聞こえてきた大声は、それはもうすごいものでした。どうしました？あ、新作アニメの情報？バカ。これまたすごい大声が自分の耳をつんざきました。俺、噂の信憑性を高める材料がないかと思って、今西団地に来てんだけどさ、すっごいの見たんだよ。え？うちの団地に来てるんですか？なんということでしょう。自分の想定よりも何倍も、学ぶは噂を広めることに情熱を注いでいたようです。何よりもそのことに驚きました。何がそこまで学ぶを駆り立てているのでしょう。お前が言ってたおじさん、見かけたから後つけてみたんだよ。そしたらそのおじさん、自分の部屋に帰ってってさ。おじさんが部屋に入った瞬間、窓から虹色の光がピカーってブワーって、その後すぐ変な音が聞こえてきたんだよ。なんか聞いたことのない国の言葉みたいな、よくわからねえ音。な、今から確認しようぜ。本当に宇宙人かもしれないぞ。頼むよ。あまりに荒唐無稽かつ勢いのある熱弁に、有無を言わさない凄みを感じました。そんな現象はオカルトに結びつけなくても、どうとでも説明できるのではと思いましたが、学ぶの勢いがあまりにも凄まじかったので、自分は運というほかありませんでした。なるほど。まあ、光だけならね。明らかにインターホンを連打している音が部屋中に響き渡りました。親と弟が出かけていてよかったと心底思いました。よ、さあさあ行くぞ。宇宙人調査隊出勤だ。必ず奴の尻尾を掴んでやるぜ。自分が玄関から顔を覗かせるがいや、覗かせるや否や、学ぶは危機とした様子で自分を外に引っ張り出しました。真夏の日差しが容赦なく自分の顔を刺してきたため、立ちくらみを起こしそうになりました。学ぶ、分かったからあまり強く引っ張らないでいただきたい。自分昨日から一歩も外に出ていないもので。ね、引きこもったゲームかな。自分の言い分を聞いているのかいないのか、学ぶはいいからいいからと自分を引っ張り、団地の廊下をずんずん進み始めました。いやー、宇宙人の写真なんか撮れちゃったらもう大儲けだな。学校のやつらも問答無用で信じるようになるだろう。自分は正直違和感がありました。そもそも宇宙人の噂を作ったのは自分たちなのに、学ぶはあたかも団地に本当に宇宙人がいるのが前提かのような話し方をしているからです。信憑性を高めるために現場に来てヒントを得ようとするというのもよくわかりません。
創作した噂なのだから、後付けの設定も適当に創作すればいいのではないのでしょうか。なぜ事実から手に入れようとするのでしょうか。マナブはそれほどまでこの噂に入れ込んでいるのでしょうか。目の前を歩くマナブに聞きたいことが山ほどありましたが、どれからどう聞けばいいのかわからず、自分は何も言うことができませんでした。彼自身勢いだけで突っ走るタイプでしたし、細かいことを聞くのも面倒だったというのもあります。夏の暑さに当てられたからでしょう。夏というものにあらゆることに対する気力をそがれていました。ともかく自分は黙ってマナブの後をついていくのが精一杯でした。家の中にいた時は中和されていたセミの大合唱と、隙間なく全身を包む熱のベールに自分の精神力はすり減らされるばかりでした。わかるまさに今って感じですよね。ちょっとね、お部屋の中から聞くほのかなセミの、ね、声がいいんですよね引きこもり万歳自分たちは廊下の角からある部屋を見つめていました。その部屋は何の変哲もないごくごく普通の団地の一室です。宇宙人のおじさんがいることを除けば、いや正確にはただのおじさんなのですが、噂になぞらえて宇宙人のおじさんと呼ばせていただくことにします。マナブが言っていた宇宙人おじさんの部屋から漏れ出てくる光と不可解な音、それを確認するため自分たちは廊下の角から、廊下の隅から、どっちでもいいかな、様子を伺っているのでした。見とけよ見とけよ、さっきおっさんが一回外出るの見たからな、次は戻ってくるぜ。光と音を確認したらすぐ激写だ。マナブはそう言いながらスマホを横に構えています。今時ですね、なんだかパパラッチみたいですな。おじさんに対してさほど興味もなかった自分はそれとない感想をこぼすだけでした。ともかく自分はこのうだるような暑さから逃れたい一心でしかなかったのです。部屋に戻ってポテチ食べながらゲームしたい。今ボス戦の途中なのに、そんな罪深いことを学ぶなんてことだ。ボス戦大事だよ。こんなことになるなら宇宙人の噂なんて作るんじゃなかった。来た。げっそりしている自分の裾を学ぶが引っ張りました。顔を上げるとそこには顔色の悪いあのおじさんが部屋に帰ってきたところでした。おじさんは特別変わったところもなく部屋に入っていきます。変わったのはそこからです。なんとマナブの言う通り、窓から謎の光と聞いたこともない音が聞こえてきたのです。おお、現実になってるのかな。とは言ってもやはりどうとでも説明がつくような気がしましたので、特に驚きなどはありませんでした。はっきり言ってそう思わざるを得ないクオリティだったのです。さっさと今のカメラに収めて帰りたいな、そう思ってマナブに目を向けました。よし行こう。突然マナブはスマホでカメラを起動したまま走り出しました。おじさんの部屋に向かって、え、マナブ、それはまずいですぞ。自分も慌てて後を追いました。マナブは自分の声など聞こえていないかのようにあっという間に部屋のドアの前まで行き、鼻息荒く光や音に聞き入っていました。マナブ、近いですぞ、遠くから撮ってさっさと帰りましょうぞ。まだだ、ここまで来たら決定的な証拠を取るんだ。宇宙人は絶対にいる、俺が最初の更新者になる。もう尻滅裂です。夏の暑さにやられてしまったのでしょうか。自分は人の家の玄関の前ということも忘れ、騒ぐマナブを止めようと声を荒げました。やばいやばい、気づかれた。すぐ目の前で鍵の開く音がしました。誰が来る？ん？は？タコ？本当に謎の人がいた。間髪入れず扉が開いたかと思うと、そこにはタコのような頭をした見たこともない生命体が立っていたのです。やばい、これ逃げられるか。その生き物は何を言うでもなく自分たちをじっと見下ろしています。自分と学ぶはあまりのことに声も出せず、ただただ干上がった口を開け放すことしかできませんでした。なんてことだ、存在した存在した、宇宙人は存在した、噂などではなかった、いたのだ、団地に宇宙人が、
宇宙人の存在に気づいてしまった自分たちはどうなるのだ。脳を改造されて記憶を消されてしまうのか、はたまた別の生き物にされてしまうのか、貴重な実験体として飼われてしまうかもしれない。父上、母上、弟、都心で一人暮らしを始めた兄上、詳しいな。先立つ不幸をお許しください。自分は短いながらも幸福な生を全うしました。願わくば次生まれる変わる時はヨーロッパ風の文化が根付く異世界で美少女に囲まれて異世界転生、はあ、いいですね。もしかしたらその通り、あの宇宙人が転生させてくれるかもしれませんよ。どうでしょうね、幸せの第一歩だったかもしれない。目の前の宇宙人が大きな声で笑いました。意外にも人間のような笑い声を上げるようです。人間の文化に慣れ親しんだからでしょうか。いやいやいや、そんなに驚かれるとは思わなかったよ。悪いね。タコの頭がスポッと取れました。ほう、おー、なるほど。その下から出てきたのはケラケラと笑うあのおじさんの頭でした。最近団地の子が自分を宇宙人扱いするもんでな、顔色が悪いせいかな。それか誰かが言い出した噂なのか知らんが、ちょっとその噂に乗ってみようかと思ってな。ユーモアのあるおじさんだった。理解するのに少しだけ時間を要しました。どうやら自分たちはからかわれてしまったようです。びっくりした。よかった。へたり込む自分を見ておじさんはことさらに大きな声で笑いました。これ見てみろ、凝った仕掛けだろう。おじさんが指さした部屋の中を覗くと、ディスコだかなんだかのような雑貨屋さんでたまに見かけるチャチなミラーボールのようなものが床に置かれていました。外まで光が届くレベルですので、それはもう強い光が放たれています。その横にはこれまた程度の低い BQSF 映画が流れるモニターが置かれていました。おお、これはなかなかやりますね。そうだろうそうだろう、たまにお前らみたいな子供が覗きに来るからな。脅かしてやってるんだよ。自分はおじさんの遊び心に関心すら覚えていました。はあ、なんだよもう、ややこしいことしやがって、つまんねえ。ずっと黙っていた学が悔しそうに頭を抱えました。残念だったな。さあもう満足だろう、帰んな帰んな。おじさんはそう言うと笑いながら玄関を閉めてしまいました。やはり所詮はそんなものなのです。最初こそうんざりしていましたが、クリエイティブの驚きを得られた自分は少し得した気分でした。学ぶ、残念でしたな。もう帰りましょう、日が暮れますぞ。うん。過剰に期待していた学ぶは肩を落としてがっくりきています。まあまあまあ、おじさんの噂もそこそこ広まるようになるでしょう。そしたら結果オーライではありませんか。宇宙人おじさんに感謝ですな。はあ、本当に残念だ。あ、これは学ぶがやられてるパターンじゃない。ふと横目に映った学ぶの顔を自分は見逃しませんでした。学ぶの両目が緑色に光ったのです。一瞬だけ聞こえたその一言も、むちゃくちゃに加工した人工音声のような。ミイラ取りがミイラになったやつ。学ぶ、ん、どうした。自分が声をかけると、学ぶは何事もなかったかのように、いつものように明るい声で返事をしました。いや、なんでも。なんだよ、変なやつだな。学ぶは自分の背中を叩き、聞き慣れた笑い声を上げました。これ学ぶそのままなのかな。裏声、西団地の宇宙人の噂はそれとなく広まりました。おじさんの悪ノリが功を奏したのでしょう。以前ほどバカにした風潮はなくなりました。勝明と雄太郎にあの日の話をすると、二人ともおじさんが噂を広める立役者になってくれたことに感謝していました。
自分が見た学ぶの話はできませんでした。言ってはいけないような気がしました。学ぶは相変わらず自分たちのかけがえのない友人として毎日を過ごしています。快活に笑っています。表情筋を限界まで使っています。それ面白い。後先考えずにいろんなことに突っ込んでいきます。何も変わりません。でもふと学ぶの顔から感情が消える時があります。それは決まって誰も学ぶを見ていない時で、気が抜けたように顔から表情が消えるのです。疲れているのでしょう。自分も学ぶも疲れているのだと思います。何も変わってほしくありません。自分の周辺の何かが変わってしまうのなら、超常現象なんて存在しなくていい。日に日に無表情になる回数が増えていく学ぶを見て、自分は心からそう思いました。これは学ぶくん本体はどこに行ってしまったのでしょう。エンド3、裏声西団地の宇宙人でした。いやー、そうか。なんかね、おじさんがフェイクだったのが、あのフェイクだよって言いつつ、実は後で宇宙人だったとかね、そっち系、一段階クッション置いて実はっていう方かなと思ったんですけど、まあミラトリがミラになるパターンはちょっとね、なんだろう、呼びに来た時点でね、学ぶの様子がちょっとおかしいっていうので、なんとなくはちょっと思ってたんですけど、まあそっちじゃないかなと思ってたんですけどね。この後学ぶくんはどうなってしまうんでしょうね。もう最初の更新者に晴れて慣れたのかもしれないけど、まあ乗り移る体質のやつだったのかね、それともね、勢力を拡大していくのかどうでしょうかね。いや、やっぱり面白いですね。いや、ちょっとね、1話にはね、配信で見させていただいて、あ、これ絶対面白いぞと思ったんですけど、やっぱり面白いですね。これはちょっと私も自分自身でね、しっかり朗読全部して、おまけも出していきたいなと思います。それでは、はい、1個目のね、お話は以上としまして、また続きます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方は、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の僕らの都市伝説あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。